安心した。当たり前じゃないっすか。でもおかしかったな。ん？あん時の内宮くんの顔。バカ。じゃあね。ん？女ですか？関係ないでしょ。控えた方がいいんじゃないですか。それもお前には関係ない。はるかちゃん店辞めたんですね。辞めた？結婚準備に入るからって聞きましたけど。ね、中入れないの？今散らかってるから。なんか疲れちった。昨日バッティングセンター行った？中学校以来かな、あんなに思いっきりバット振ったの。なんかそれ陽介らしくないね。なんかおかしな人も一緒にいてさ、その人直球野郎なんだよ。あ、はるかも一回会ったことあるよ。あのほら結婚式場の下見の時、あの時さ俺の会社の同僚もいたじゃん。うん、俺なてっきりそいつとその直球野郎が結婚するのかと思ってた。したらそれ違ってた。陽介、私今でも陽介のことが好き。早く結婚しとけばよかったな。あのね、俺好きな人できた。
はようございます。お、終わりました。緊急事態って何か変な人。忘れてた、あのほら、徳さん。徳さん、あ、ごめん、部長、遅くなりました。どうなんだ、徳さん連れてきたよ。重大発表です。なんだよなんだよ、ワクワクすんな。キス男とキス女は徳さんの幻覚でした。幻覚？徳さん最近ノイローゼ気味だったらしくて。それ、いや、お化けを見たとか、2年前に死んだポチに会ったとか、もうそういう話をいろんなところで言ってたみたいなんです。いや、つまりさ、どういうことよ。ということで徳さん、本日をもって休職しました。タバコだったわけ。すっごいつまんない。え、はい、いはい、お疲れさんと。いや、あの、どうぞどうぞ。徳さんね、徳さん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 、本当に痩せちゃったね。うん、別に。何強がっちゃってんの。だって俺そんなことなってるなんて知らなかったしさ。まあいいな、うちの宮子はマイペースで、いつもいつも。彼女とは別れた。俺ズルズルしてたと思うし、けどあの人に会って素直になんなきゃいけないなって思った。